駒ヶ岳駅は、北海道茅部郡森町技駒ヶ岳にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、H65。電報略号は駒。現駅名は、北海道駒ヶ岳の麓に位置することからの、命名である。旧駅名、宿の部は、アイヌ語の、シュプンオペに由来する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 列車交換可能な交換駅となっている。互いのホームは駅舎、側上り線ホーム南側と対向側下り線ホーム北側を結んだ、古戦橋で連絡している。その他に、下り線から分岐する、側線扱いの抽選を一線、安全側線を上下各一線有する。1993年時点では、下り線の外側に旭川方から分岐した。 点鉄機を外された側線も一線有していた。森駅管理の無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、出入り口を覆う合掌や、窓状にある飾りの三角形が、個性的、印象的な駅舎を有する。駅舎は、校内の東側に位置し、下り線ホーム中央部分に接している。また、別棟にトイレを有する。大沼駅、森駅間のサミットに近い。 標高174.3メートルの場所に位置する。1976年の駒形駅と周囲約750メートル範囲。下が函館方面。昭和37年の比較的早い時期に貨物取扱い廃止となっているため、駅裏側に敷かれた貨物積み下ろし線跡はすっかり草むしている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅はわずか数十個ほどの小さな集落の中に位置している。集落には郵便局や小学校などあるが、集落の外に出ると牧場などが広がっている。当駅は駒ヶ岳登山への下車駅である。駒ヶ岳は当駅から北東の方向に見える。ありがとうございます。